こんにちは、朝6時です。曇っています。目は覚めたんですけども起きられませんでした。気温は24度。オンブバッタ、小さいのでオスのようですね。タイタンビカスピーチホワイトです。6時過ぎると綺麗に開いてますね。タイタンビカスブライトレッド、こちらもパッと開いています。昨日花柄を摘んだ時100ちょうどでしたね。タイタンビカスローズです。こちらは70ぐらい咲いていました。ヘメロカリス水仙です。もうだいぶ開いてますね。隣の娘盛り、これは今日は3つですかね。コーラルドーンは4つ咲いています。ボタンクサギ、これは野生化すると大変なことになるそうです。カノコユリブラックビューティーです。だいぶ咲いてますね。今年は肥料をたくさんやってみようかと思います。モミジアオイ、これはいくつか咲いてますね。とても綺麗な赤です。ガルビネアスイートスパイスと、ガルビネアスイートメモリーです。たくさん咲いてきました。このオンブバッタは大きいのでメスのようです。クレオメは和名で西洋風蝶草と言いますね。オミナエシ、だいぶ背が高くなってきました。タイタンビカス、今日も100個近く咲いている気がします。スモークツリーの下の日陰部分ですね。遅れて咲くのも割といい感じですね。原平下野です。刈り込んで、もう一度咲きました。飯坂温泉旧堀切邸にまた行ってきました。桃祭りというのをやっていましたね。欅などの大木があるんですが、その一部に何かが巣を作っているということで、どこにいるんでしょう。あ、ここです。丸の中です。2羽いました。青葉づくを目撃できたのでスイーツを食べることにしました。一味あん、桃とカステラのあんみつ、ベリー&桃のパフェ、いちごマカロン添え。これは井戸端だったところですね。ここでいただくことにしました。美味しかったです。1時になりました。今日は1日曇りのようですね。気温は31度になっています。シンフォリカルポスに初めましての蝶がいました。調べたら浅間一文字という蝶のようですね。羽を閉じている時は綺麗ですね。開いている時は全く別な感じになっています。これですね。ヤブカンゾウは大きな花が咲いています。これはネコハエトリだと思います。ヘメロカリス水仙と娘盛り、つぼみもだんだん減ってきましたね。コーラルドーン、大きな花が咲いています。ボタンクサギはどんどん大きくなってきます。サマービューティーに、これはネコハエトリだと思うんですが、アリがやってきたら道を譲りましたね。スローで見てください。アリが来ました。捕まえるのかと思ったら逃げましたね。マルオです。今日もまた新聞の上で涼んでおります。昨日今日と割と過ごしやすい気温になっています。あ、爆睡してますね。昨日の夜です。福島花火大会が行われました。去年はバケツをひっくり返したような雨になったんですが、今年はセーフでしたね。ちょっと夕方雨が降って心配だったんですが、濡れずに近くで見ることができました。今日はこの辺で、バイバイにゃん。